墨江工業、株式会社は、京都府京田辺市に、本社、工場を置く、鉄道車両や、乗用車、バス車両、船舶関連の車両座席のメーカーである。主に陸運及び海運関連の座席製造及び、販売を、主としている。自動車座席関連では、京田辺市にほど近いうじ市に位置していた、日産車体京都工場との結びつきが強く、 その親会社である日産自動車製の車両座席の生産は同社からが多い。また、ダイハツ工業製の自動車の座席の製造も行っている。バス座席は同業他社メーカーほどシェアは大きくないが、プレミアムドリーム号の座席については同社の座席が採用されている。また、 ドリーム号及び昼特急の一部車両も、墨絵工業開発のチルト機能を付加した座席を採用している。西日本 JR バスでは、クレードルシートと称している。JR グループ旅客会社6社の、内東海旅客鉄道を除く5社で同社の座席が採用されているほか、近畿地方大手私鉄5社全社でも使用されている。1990年代以降は、 住み工業製座席があまり普及していなかった関東地方大手私鉄も東京地下鉄や東武鉄道といった一部事業者で採用を行っている。その他の事業者では東洋高速鉄道等でも同社制の座席を採用。また首都圏新都市鉄道所属車両は全車両全座席が住み工業製である。首都圏新都市鉄道で採用されている座席の一部は 通勤系電車でありながらテーブルを採用しているものもある。この他にも近鉄のシリーズ21のロングシートの座席はすべて墨江工業製となっている。また TJ ライナーに使用される車両のマルチシートをはじめとした東部5万系列の座席もすべて同社の座席である。東部5万90型で採用されたデュアルシートは これまで同社製座席の採用実績のなかった、鉄道会社からも注目を浴びつつある。代表的なものとしては、東日本旅客鉄道の SL 銀河用機動車である、ギハ141系機動車の座席などの、室内内装部品や九州旅客鉄道の7つ、母子員九州用客車である77系客車の、スイートルームベッドなどがある。 同社製の鉄道車両用の座席のクッション材で使用されている。成型面は回収の上でリサイクル可能としている。両備えウニゅ、JR 九州高速線等で同社の座席が採用されている。西武ドームの一類側及び三類、側ベンチのシートの製造も手掛けている。ありがとうございます。